こんばんは、岡松宗チャンネルでございます。今日は10月の5日火曜日でございますね。まあね、コロナもちょっと落ち着きかけてますけれども、まあいい形になればいいなと思ったりしております。まあいろいろね、こうまあ仕事にしろ遊びにしろ何にせよ、まあやっぱり一番大事なのは人とのコミュニケーションですよね。このコミュニケーションっていうのはね、意外と難しいですよ。まあ人それぞれだからね、なんかこう感覚的にね判断する人だとか、理論的に判断する人だとかね、それからこうなんかこうね体感的に判断する人とかね、いろんなやっぱりその人の持ち味っていうのかね、タイプがあるからね。まあいずれにしても、まあ話すのと聞くの、やっぱりあれだよね、聞くことが大事だよね。やっぱりこうまあね、こう比率とするとね、どのくらいか分かんないけど、まあ7-3くらいなんですかね。やっぱりこう全体の話の中で7割くらいはやっぱり人の話を聞いた方がいいかなっていう。やっぱり7割くらい聞くとね、その3割話す、その話し方もね、やっぱり相手にね、そんなにまあなんていうの、こう違和感とかね、不快感を与えないからね。だからまずはやっぱり人の話を聞かないと、多分人間って成長しないんじゃないかね。まあね、いろんな知識があったり、頭が弱ったり、いろんな得意技を持ってたりする人もいらっしゃるわけですけども、やっぱりそういう人がね、全てではないけれども、やっぱりこう自分の得意技をね、ブワーッとこうね、もうなんか話してね、なんていうのかな、こうあんまり人の話を聞かないで、こう自分のね言いたいことをガーッと話す人も結構いらっしゃいますよね。でもやっぱり、ね、結局そのね、人間は一人では生きていき行かれないわけだから、やっぱりいろんな相手のね、こう協力とかね、サポートとかあって、初めてね、自分らしさっていうの、自分の生き方ってできるわけだよね。そうするとおのずとね、こう、いろんな、他の方に、助けてもらったりサポートしていただくためには、まずは聞くことだよね、相手の話を。やっぱり聞かないでガーッと話す人ね、そういうタイプの人はね、自分では分かんないかもしれないけど、やっぱり周りの人はちょっとあれだよね、腰が引けちゃうよね。だから親身になって、こうなんかこの人困った時に助けたいなって感じにはなかなかなんないんじゃないかね。やっぱりこう仕事なんかもそうだよね。できるだけやっぱりね、相手の思ってることをどんどん聞いて、で聞いた上じゃないとね、やっぱりその相手がね、自分に対するそのなんていうの、こうまあ認識ってあるわけだよね。でこっちもやっぱりその相手に対する認識っていうのがあるわけだから、やっぱりね、まあお互いにこうまあ聞き上手っていうのかな。まあそれはそれでね、やっぱりお互いに聞き上手だから、会話が成立しないんじゃないのっていう、そういうことではないからね。やっぱり以心伝心じゃないけどね、なんか一言二言でも通じる場合もたくさんあるしね。だからまあ英会話なんかもそうだよね。やっぱりこうスピーキングよりもね、やっぱりこうヒアリング、聞くことが難しいからね。聞くことが分かればね、やっぱり安心じゃないですか。相手が言ってることが理解できれば、少々ね片言で言ったところでね、基本的にはごめんなさい、通じるわけですから。だからやっぱりこう、人間関係をスムーズに、やっぱりこう自分らしく生きていくためにはね、自分だけではどう頑張ったって
ね、生きていけないし、やっぱりいろんな人のねサポートを受けながら自分らしさっていうのが出るわけだから、まあできるだけ、まあ、人の言うことを、聞くように私も、努めたいと思っております。ありがとうございます。